トマキ行け。1番のワインドアウトが好スタートから気合をつけて飛び出していきました。
そして6番の総合立体、そのうちから4番のオープンフローラー2、3番手以降並んでインコースからやりきりパワー4番手から前に接近していきました。その外から17番ハーレムライン、18番トルケンキリカス、ピンクローも浸透も上がっていきます。インコースと1のスラキア、8番のエントシャイデンが続きました。その後ろから9番のディメンシオンが中段の1回、これをかわして14番イエローサクシード早めに上がっていきました。そして中段の1コース、10番のロシュポールがつけて外回りの3コーナーから10番のクローレスマジックはその後ろで3コーナーを回ります。さらに外から3番ケイデンスモールが続いています。インコースには11番ニラニラルです。そして13番ニラニラルに上がって先頭との差をぐんぐん詰めていきました。